はスタジオを食べに来ました。ダイエッターですがまだいいんですよ、11時半だからということで行きましょう。全体図が撮れるので来ました。たくさんの体も生春巻きたっさに、もう慣れましたね、テスラ君にも。大丈夫そうですか？でも乗り心地本当にいいですね、最高。私好きですって言ってなくて、ね、すいません。全然見てないけど、この最高、視野が広いですよね。ちょっと見せてみて。10月8日、今朝の7時54分です。昨日はスピーチの発表だったんですけど、全然まだまだダメで、ちょっと合格点が出なかったし、自分でも全然満足できないので、もう数日ね、日数を追加していただいて、もう一回覚え直して頑張ろうということで、今日は今朝から来てます。朝から、いつも朝からだけど、そう、早めに起きて来てます。そう、昨日もすっごい楽しくて、すっごいバタバタで、すごいハードな一日だったんですけど、気づいたら24時間中20時間活動してた。多分今日もね、それ並みに20時間ぐらい活動するんじゃないかなっていう感じなので、あと数日バスデー休暇まで全力で挑みたいと思います、この週末ね。では、よかった、ここが一時停止か。野口さんから、はいはい、限定切手、ゾウさんとバズライトイヤー、なんかレトロで可愛い絵が、切手です。行きましょう。今日はタイ料理を食べに来ました。ダイエッターですがまだいいんですよ、11時半だからということで行きましょう。はい、何食べましょう。マッコさん好きなやつ。Thank you。 何がいいかな。わかんないですね。私は飲んじゃうけど。はい、アイスティー。混ぜ混ぜしていただきましょう。甘いけど美味しいんですよ、これ。こんな色になるんですよ。そう、オレンジ、人参みたいな。ちょっと怪しい。今日のランチはタイで、生春巻きとシーフードアクイです。いただきます。とパパイヤサラダが来るはず。え、私頼みましたよね。うん。全体図が取れるので来ました。パパイヤサラダも、わー、美味しそう。生春巻き買ったいです。入ってますね、枯れてる。確かにマノアなのに、もう慣れましたね、テスラ君にも。大丈夫そうですか？でも乗り心地本当にいいですね、最高。私好きです、運転じゃなくて、ね、すいません。すごい、しかもこのやっぱ上ね、全然見てないけど、この
絶好調。いや大好き、これ乗りやすい。めちゃくらすごい。いやでもやっぱり今日絶好調です。らくありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。さあ改めまして、ワイキキ。じゃあこちらに行きましょう。こちらです。ついてきてください。いやなんかいいですよね、この感じ、このジャングル感みたいな。ザ・ハワイですね。いや本当にいつもありがとうございます。ワイキキまでついてきてもらって歩いて、素晴らしいですよ本当に。本当すごい。さあ気持ちいい。そうなんですよ、1、2度違いますよね体感が。涼しい、気持ちいい。あとこのカラーもね、何あれ、ボタニカル。さあ今日もロイヤルハワイアンに来てます。あーかわいい、ほんとかわいい。いつ来ても、そしてさ、この微妙に毎日ピンクの日によって色が違うところがまたいいよね。色は一緒なんでしょうけど見え方が違うのかな、毎日。あ綺麗。中行きましょう、ちょっと。うん、行きましょう、大丈夫。私この席好きなんですよね、いつもここ。いつもではないけど結構います。ぼーっとしてます。美味しいんですよ、こっちもこっちも。良くないですかこの感じ、最高。全然忙しくない、出勤前。はい、あそう、昨日発売ですよね第2弾が。私あれめっちゃちょっと欲しかったんですよ、即売。さあ今仕事から帰ってきて、やっぱり悔しいからさ、あともう一回ね、本当は私のバースデーバケーションの前に最後一回、水曜日じゃない火曜日か、11日にバケーションに入る前に再度テストしましょうってなってて、でも悔しいからさ、明日レッスンがあるんですね朝、そこで絶対に完成しようと思って。今2時22分です。私がね何をしてたかと言いますと、これをね全部覚えて暗記しております。はじめはさ、もう本当に絶対できないと思って、でも今度何、単語とかも知らない単語とかも結構あって、でもできる、できます、できます、絶対にできますって言われて、できる、頑張れ自分と思って、今一通りはなんとなくは、昨日より昨日ちょっと本当に全然できなかったから発表だったけど、その悔しさをバネに今ずっと2時間ぐらい頭シミュレーションシミュレーションシミュレーションってやって、なんとなく言えるようになった気がしてます。でちょっと1時間2時間仮眠して、もうちょっとやってか、あと2時間ぐらいやって、4時ぐらい寝て6時に起きるかな、2時間ぐらい寝ようかなって思ってます。絶対明日で終わらせる、頑張るぞ。これやれたら多分自信になる、絶対って思ってます。頑張ろう。というわけで、ちょっと最近ここで数日超忙しくて、 Vlog をね更新する時間が遅くなっておりますが、ちゃんと毎日ね一応更新はしていますので、よかったら引き続き見てください。ではでは皆さん、また明日、バイバーイ。